皆様お疲れ様です。パーソナリティのさつきです。日本には世界に名だたる製菓会社がいくつもあることを皆さんはご存知でしょうか。世界のお菓子に関する情報サイトキャンディーインダストリーによると、キャンディーを製造している製菓会社の売上高ランキング2021年版において、日本企業では4位に明治、9位に江崎グリコ、16位に森永製菓、18位にブルボンがランクイン。ちなみに世界首位はアメリカのマースリグレーで、売上高は約200億ドル、約2兆7000億円。2位はイタリアのフェレロで、売上高約135億ドル、約1兆8000億円。3位はアメリカのモンデリーズで、売上高約114億ドル、約1兆5000億円となっています。4位の明治の売上高は約100億ドル、約1兆3000億円。首位の企業とは約2倍の大差があるものの、2位3位の企業とは売上高が近接しているといえます。しかし近年、国内のお菓子市場の規模は横ばいの状況。今後は国内人口の減少に伴い、市場が縮小していく可能性があります。そんな中、製菓会社各社が注目するのが海外市場。国内の主要な製菓会社は海外事業を徐々に拡大しているというのです。海外市場への進出にあたっては、日本国内で売れている商品をそのまま海外で販売する戦略が多いのだそう。これは商品自体への自信の表れであるとともに、これまで国内で培ったマーケティング戦略を海外でも活かしたいという考えであるとみられます。さて、今回ご紹介するのは、ある日本のお菓子にハマったアメリカ人女性の話。日本かぶれの娘をバカにしていた彼女ですが、日本で有名なあのキャンディーに出会って、その態度が急変したというのです。日本のお菓子人気がよくわかる彼女のエピソードを、早速見てみましょう。アメリカ人が日本のあのお菓子に出会った結果。私の名前はアリッサ、40代のアメリカ人です。今日は私が衝撃を受けたハイチュウという日本のキャンディーについてお話ししますね。私がハイチュウと出会ったのは数年前、娘のアンドレアが1週間の日本旅行から帰ってきた時のことでした。彼女は帰宅するなりかなりのハイテンション。日本の主要都市を回った旅行はとても刺激的だったようで、日本の素晴らしさを私や夫に熱弁してきました。帰国した当日は夜中までずっと日本旅行の土産話。その勢いはしばらくの間続きました。ですが、そんな彼女の日本に関する話には、私にとってあまり気分の良くないものもありました。それは食事についての話。家族揃って食事をするとき、彼女はいつも日本の食事の美味しさや優れた芸術性について話すんです。おそらく彼女に悪気はないのでしょう。だけど私としては、食事の時にそんなことを言われたらちょっと引っかかってしまいます。私が作るアメリカ料理が日本のものよりも劣っているように感じられますから。ところがある日、そんな私の気分を一気に吹き飛ばす出来事が起こったのです。その日は平日、夫は仕事、アンドレアは大学へ行っていて、
私は一人でのんびりと過ごしていました。お昼過ぎ、ティータイムにしようと紅茶を入れた私。クッキー缶に手を伸ばした時、あるものの存在を思い出しました。それはアンドレアが買ってきた日本土産のお菓子。私は彼女が日本をべた褒めすることにあまりいい気がしていませんでした。だからなんとなくそのお菓子を食べる気になれなくて手をつけていなかったのです。まあでも別に私は日本の製品を嫌っているわけではありません。彼女がせっかく買ってきたのですから、私はそのお菓子を食べることにしました。いろいろな種類があったお土産のお菓子。私はなんとなくハイチュウという商品を手に取りました。紅茶を一口飲み、ハイチュウの袋を開封。数種類の個包装のキャンディーのようなものが入っていました。その中の一つを取り、中身を出した私はびっくり。ハイチュウは私の想像していたキャンディーとは全くの別物だったのです。少し弾力があり、淡くて鮮やかな色。どうやらチューイングキャンディーやソフトキャンディーの一種のようでした。ものは試しと、それを口の中に放り込んだ私。するとそれは、アメリカでよく食べられているキャンディーとはちょっと違っていたんです。ソフトキャンディーに比べると風味が豊か。キャンディーとしての味わいがとてもしっかりしています。フルーツフレーバーも甘ったるすぎず、とても爽やか。そしてチューイングキャンディーと比べると柔らかい感じがしました。しかも噛むごとに少しずつ溶けていく感じが心地いいんですよね。私の中でハイチュウはまるで新ジャンルのキャンディーでした。すっかりハイチュウに衝撃を受けた私。気がつけば何粒も食べ続けていて、ついには一パックを食べきってしまいました。私はハイチュウの魅力に完全にはまってしまったのです。そしてその日はアンドレアが帰ってくると、ハイチュウの素晴らしさについてずっと語り合っていました。いつまでキャンディーの話をしているんだと夫は呆れていたかもしれないですね。私とアンドレアは寝る直前までハイチュウの話題で持ちきり。やっぱり親子というのは似るものです。私のその様子は日本から帰国した時にハイテンションで日本を褒めちぎっていたアンドレアの姿そのものだったんですから。その日以来、私はハイチュウの虜に。隣町のスーパーでハイチュウが手に入ることを知ると、2週間おきにそのスーパーに通い、ハイチュウを買いだめするほどになりました。独特の食感に加え、さまざまな種類の味が楽しめるのも、ハイチュウの素晴らしいところ。グレープ、ストロベリー、グリーンアップルなど、その味の豊富さのおかげで全く飽きることがないんです。私の一番のお気に入りはストロベリー。優しい甘さがいいんですよね。高品質な日本の商品や日本の食文化についてはアメリカでもたびたび話題になり称賛されています。ですが、まさかキャンディーまでもがこんなに素晴らしいだなんて全く想像していませんでした。こんなにも人間を感動させるキャンディーを作ってしまうとは、さすが日本、恐るべしって感じですよね。アリッサさんのエピソードは以上になります。ちなみにアメリカで発売しているフレーバーは、すべてアメリカ向けに調整。アメリカ人が本物のフルーツの味を感じられる風味にしているそうです。人気ベスト3は、ストロベリー。
マンゴー、グリーンアップル。他にも日本でも期間限定で販売されていたかもしれませんが、チェリーやバナナなどのアメリカ限定フレーバーもあるんですよ。アメリカへ旅行などで行く機会があれば、お土産に買ってみるのもいいですね。ソフトな食感とフルーツの美味しさを合わせたハイチュウが誕生したのは1975年。大人向けのお菓子として高級を意味するハイをつけてハイチュウと命名されました。当時のハイチュウは箱入り、上下が白く、中央にフルーツの味をサンドした3層構造になっていました。初期のフレーバーはストロベリー、アップル、オレンジ。今でも定番人気のストロベリーは発売当初からのフレーバーだったんですね。1986年には7粒入りのスティックパックが登場。中央にフルーツの味を包み込んだ構造にリニューアルし、現在のハイチュウの原型が生まれました。さらに食感もソフトになって食べやすく、グリーンアップルやグレープフルーツなどのフレーバーも登場し、人気が拡大しました。1992年には3粒増量し10粒入りに。今でも大人気のグレープが発売されたのもこの年でした。アソートパック、詰め合わせ包装が登場したのは1996年。いろいろな味を楽しみたい、もっとみんなで分け合いたいというお客さんの要望に応えて、3種類のフレーバーが入った袋入りアソートが発売されました。2002年には美味しさを閉じ込める包装方法を採用。外気の影響を受けにくい包装方法によって湿気や乾燥を防ぎ、ジューシーな味わいと心地よい食感をしっかりと閉じ込めることができるようになりました。2011年にはこれまでのハイチュウよりもワンランク上のハイチュウプレミアムが登場。こだわりの果汁を使用したもちもちとした食感が特徴で、香る赤ぶどう味、カベルネ、香る白ぶどう味、シャルドネといった大人向けのフレーバーが好評を博しました。2013年にはこれまでの中と外の層を逆転、果汁量を2倍に増量した濃厚なフルーツの味わいの層を外側にすることで、噛んだ瞬間から広がるフルーツ感がアップしました。海外のハイチュウ人気。ハイチュウがアメリカで正式に販売開始されたのは2008年のこと。はじめはハワイで日本人観光客向けに販売したものが現地の人々から好評を博したため、本土でも展開することになったそうです。それ以前にもテストマーケティングは行っていたのですが、その時は甘さや大きさ、色の派手さが足りないと不評。しかし寿司が世界中で受け入れられたように、ここ十数年で現地の人々の好みに合わせずとも固有のものとして受け入れられるようになりました。しかし販路の確保には苦心したとのこと。日系チェーンやスーパーのアジアンコーナーでは安定的に売り上げが伸びたものの、醤油の隣で売られていることもあり、キャンディー売り場に置いてもらうことすら当初は難しかったといいます。アメリカでのブームの火付け役となったのは、当時メジャーリーグのボストンレッドソックスに所属していた田沢純一投手。メジャーリーグにはブルペンに入る一番若手の選手が飲み物と軽食を用意するという習慣があり、彼がハイチュウを置いたところ、他の選手たちから毎回置いてほしいとの強い要望が出たそうです。もともとアメリカではガムのような歯ごたえのあるお菓子が人気。しかし
口に入れたガムをポイ捨てすることは悪いマナーとされていました。そこに登場したのがハイチュウ。ガムのような程よい食感と、甘すぎないのにリアルなフルーツフレーバーを兼ね備えたハイチュウは、ポイ捨てせずに食べることができる、まさにアメリカ人のツボを抑えたお菓子だったのです。しかも、レッドソックスのアジア太平洋広報担当がプロモーションに協力。そこからハイチュウブームが巻き起こりました。その後、レッドソックスやロサンゼルスのドジャース、エンゼルスなどと契約。宣伝の代わりに商品を提供したり、スタジアムでのサンプリングを行ったりしました。さらに全米200校のハイスクールのスポーツクラブでのサンプリングも実施。メジャーリーグでの人気をきっかけに、地元資本の店やナショナルチェーンのバイヤーからも認められ、販路の拡大へとつながりました。こうしてハイチュウは新聞スタンドやコンビニでも取り扱われるほどの人気商品となったのです。2022年時点でハイチュウは通算211種類を販売。世界20カ国以上に流通しています。特にアメリカでは年間約7億個が消費される大ヒット商品に。同国における売り上げは2012年の約800万ドル、約12億円から2021年には1億ドル、約145億円を超えるまでに成長しました。アメリカのビジネスインサイダー系列のフードインサイダーは、いかにしてハイチュウは全米を制圧したのかというテーマの動画を何度か投稿。再生回数が600万回に迫るなど大きな反響を呼んでいます。ハイチュウをパクった韓国。ハイチュウは韓国でも発売。グレープ、ストロベリー、サワーズレモン、サワーズグレープフルーツの4種類を展開しているのですが、日本のものに比べると甘さが控えめなのだそうです。ところが韓国では2004年頃からハイチュウのパクリ商品が登場。しかもそれが結構売れているというのです。商品名はマイチュウ。名前からして明らかなパクリ商品ですよね。比較画像もあるのでご覧ください。まずはパッケージから。形は同じですし、全体的な色合いもよく似ています。続いて中身はどうでしょうか。やはりハイチュウにそっくりですよね。このことで森永製菓はマイチュウの販売元であるクラウン製菓を提訴。商標権の侵害中止を申し立てました。ところがソウル地裁はこの訴えを棄却。商品名以外は似ていないという驚きの判決を言い渡したのです。しかしその後、クラウン製菓もパッケージなどの問題を認め、ハイチュウに似ないようにするとの声明を発表。両者は和解しましたが、今でもマイチュウは販売されており、ハイチュウの競合商品となっています。パクリ商品が販売されるほど外国人に人気のハイチュウは、海外のネット掲示板などでもたびたび話題に。外国人ネットユーザーからは数多くのコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介いたしましょう。海外の反応。はっきり言って、ハイチュウは他のソフトキャンディーよりはるかにうまい。お菓子のアジア代表を一つ選べって言われたら、やっぱり私はハイチュウになると思う。韓国のマイチュウは別物だから要注意。ハイチュウを実際に食べて衝撃を受けて、製造工程を紹介する動画を探した。そんな人間は俺だけじゃないはずだ。
昔は日本でしか手に入らない一品だったんだよね。アメリカでも販売が始まった時はこの舶来品を買い込んだよ。昔は日系スーパーとかでしか売っていなかったんだよ。それが今ではどこでも売られているお菓子になった。時代の移り変わりの目まぐるしさを感じるね。学校の売店に置いてあった。みんな空気を吸うのが当たり前なのと同じようにいつもハイチュウを食べていたよ。この前巨大な袋に入ったハイチュウを買ったばかりなんだけどさ、1日20個食べないように自分を押さえつける必要があったぜ。まとめ。2008年のアメリカ進出以来、一歩一歩販路を広げてきたハイチュウですが、アメリカでの展開における日本との大きな違いは、ダイバーシティ、多様性だといいます。そう聞くと、人種の違いを思い浮かべるかもしれませんが、人種以上に大きいのが地理的な違いです。アメリカには50の州がありますが、州が違うのは国が違うようなもの。ハイチュウの売り上げも州ごとに全く異なるそうなのです。そのため、それぞれの州の状況に応じてプロモーションの内容も変えているんですよ。まだまだハイチュウはアメリカのどこでも手に入るものではなく、地域によって認知率に大きなばらつきがあります。地道なプロモーションが実を結び、いつの日かアメリカ全土でハイチュウが定番のお菓子となる日が来るといいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。